はい、こんにちは、トールです。今回は無職転生2期のウェブ版次回をここ25本通して視聴しての感想注目点の共有をしてみたいと思います。このチャンネルは普段はアニメ初見で本編を中心とした感想考察の共有をしているので、いつもとはちょっと違うコンセプトになるんですけど、公式が YouTube でね、次回予告全部公開してくれていること、それから本編では描ききれなかった要素なんかがちゃんと加わっていることからね、キャラクターの理解度はぐっと、上がりますので、今回特別に取り上げております。2期が終了した今振り返ることで気づけることなんかもあったんで、よろしければお付き合いください。概要欄の方に再生リスト作ってますので、動画視聴後にね、もう一度、見に行っていただくなどでね、活用いただければ幸いです。それでは行ってみましょう。まずはこちら、1期の時も作ったんですけど、話数とタイトルと語り部と内容なんかのね、一覧表をちょっと作ってみてですね、わかるんですが、ルーデウス以外の人がね、語り出すっていう回が9回もあるんですね。そう、1期の時もね、同じような表を作ったんですけど、その時はね、そこまでではなくて7回しかなかったので、そういう点で言うならルーデウス以外が、語ることが多かった。逆に言うと、ルーデウス以外の人物の心境についてですね、こう種明かしする必要があったという言い方もできると思います。はい、全体的にはね、あの前世の男がいやいやね、おちゃらけて語る構成は変わらないんですけど、ただまあ一期の頃よりはやっぱりおとなしくて、いろいろ挫折なんかもね、経験していることが見て取れます。特にね、エリスに振られた頃のね、落ち込み具合の感じはね、すごくね、哀愁が漂っていましたし、まあそんな中でもパロディ的なあのマイホームの時にドラゴンボールネタをね、ぶち込んでいったりだとか、あのエリナリーゼさんに会った時にね、父さんは嘘つきじゃなかったんだね、エッチなエルフのお姉さんはいたんだみたいな感じでね、おちゃらけてる部分なんかはしっかりと健在にはなっておりました。はい、そしてまあ他の語り部たちの構成見たらわかるんですけど、そう、あの一期の時ってまあ結構バラバラにそれぞれのキャラクターがキーポイントとしてね、語り出してるわけですよ。ルーデスが気づけなかったね、ルーデスが与えた影響を他のキャラクター視点で説明してくれるっていう、めちゃくちゃ貴重なね、本編では本当にこういうのがされないから、それこそ1期だったら最後にエリスがちょっと語ったりね、リーダーが命を救われた時に語ったりぐらいでね、こういうのが全然なかったんですけど、2期はね、本当に分かりやすいんですよ。前半パートは、シルフィーの語りとゾルダートの語りと、で後半はアイシャ、ノルン、パウロ、ロキシーなんですよね。これ見たらまあ分かるようにというか、まあ自分もね、考察していたようにですね、そう、前半は恋と友情と仲間のね、構成になっていて、で後半は家族の話になってるんですよね。まあ自分はロキシーは、ルーデウスのロキシーに対する気持ちは家族愛が強いよねという、その傾向が強いねという認識ではあるんですけど、自分の中ではね、考察していた構成にね、ピタッとハマってちょっと嬉しかったですね。そう、まあ前半後半合わせて、やはり前世の男の心残りにおけるキーワードをね、押さえていったんじゃないでしょうか。恋、友情、仲間、家族ね、そして理想の生活みたいなところ、個人的なね、あの好みというか、その希望としては、物語の構成的にここはゾルダートね、保護者のゾルダートの言葉であることは大事だったんですけど、構成が変わっていればここゾルダートじゃなくてさらになっていたのかもな、そんな感じのことを思うとですね、そこも聞いてみたかった気はしますね。まあとはいえ、さらに関してはですね、まあ2話3話あたりで散々考察、したので、あれぐらいで置いといて、妄想が膨らむぐらいで止めとくのがちょうどいいのかもしれませんね。ではここからは次回予告から2期を振り返った時に、まあ気づけるポイントというか、僕の好きだったポイントをね、5つほどね、紹介してみようと思います。まあちょっとね、検討外れのこともあるかもしれませんが、話半分に楽しんでいただければと思いますが、まずはロキシー教についてロキシー教っていう言葉が普通になんか次回の中に出てきていてですね、ちょっとびっくりしたんですけど、そうですね、ルーデウスがロキシー教について語る予告が2回もあってね、ここはなかなか重症だということが分かりますし、まあパンツを握りしめて泣いていたルーデウスの心の支えであったことも、しっかり分かります。ただまあ信仰心じゃないんですけど、若干ずれてたりもして、例えばロキシー教のね、教えは外に出ること、偏見を持たないことみたいな、そんな言い回しをしてるんだけど、これ別にロキシーが直接ルーデウスに教えてくれたことというよりは、ロキシーがきっかけをくれたことであって、そう、ロキシー側って結構偏見激しかったりするんで、
そういう点で言ったらね、やや歪みも見えるところがちょっと面白かったかなとは思います。はい、ロキシーについて特にまあ前半パートではね、コミカルに、まあルーデウスの心の支えロキシーを語っていて、それが、そのまま、再会したね、時に、師匠にいいところを見せたいルーデウスの予告につながっていたのは良かったかなというふうには思います。本当に心の支えだったんだなっていうのが、分かりますし、またですね、心の支えだったからこそ後半の再会時にそのロキシに抱いてる気持ちっていうのはやっぱり親愛に近いんだよね。たとえ盲信であっても恋愛とはちょっと違う盲信の仕方になっていて、はい、この辺が10話の予告でフィッツ先輩に恋をしていたルーデウスのね、次回予告とルーデウスに恋しちゃってるロキシーの23話予告っていうところね、綺麗に繋がっていて、ロキシーの気持ちにはルーデウスはやっぱりロキシーの存在がでかすぎてちゃんと気づけていなかったんだなっていう、ところの答え合わせになっていたんじゃないかなと思いますし、はい、ますますロキシーのことがちょっとだけ不憫にもなってくる、とこではあります。ロキシーの語ったことはルーデウスに聞かせたい言葉ね、シルフィーやアイシャに、まあ、伝えたい言葉というか自分の言い訳も含めてね、語っていたんですけど、次回予告の中でのロキシーの語りっていうのは独白みたいな、構成になっていましたので、一番ロキシーの本音に近いと、いうことができるかもしれませんので、23話の、ね、予告はちょっと必見じゃないかなというふうに思います。語りを聞くことによってどんな気持ちで行動していたのかっていうところの解像度がぐっと上がるのは一番がシルフィエットかなと思います。なんとも語り部を3回も務めていまして、ね、それらが全部ですね前半クールのねパートに入ってるわけですよ。そう、転移事件が人々に何をもたらしたのか、シルフィにとってどんな傷を残しているのか、そして、シルフィが転移事件から立ち直るまでの動線が、クリアになるのが、まあ、この次回予告になってるんじゃないかと思いますし、あと、まあ、シルフィが思った以上に七星のことをね、ずん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 意識していたこともね、よく分かっていて可愛かったですね。うん、七星に会った時にすごくね勘に触っていたことと、それからまあ転移事件のね、犯人みたいな発言を聞いた時に怒り狂っていたんですけど、ね、そこも相まってですね、やっぱ七星に対する不安感や不信感がね、募っていったことが分かりますし、そして、まあ多分ですけどシルフィの中で、ね、まあ、最終話で、まあ、ルーデウスのね、2人目の奥さんを受け入れる流れの中でいつか浮気すると思ってました的なことを言ってはいるんですけど、シルフィの中で一番要注意やったのは七星やったのかなと、2人っきりで研究を進めているのがね、七星なわけで、そうリニアとかタチとかよりもね、まあシルフィー的には危険かなと感じていたのかもしれません。同郷っていうし2人でしかわからない言葉で喋るし、うん、最初ルーデウスにベタベタしてきたしっていうことで、シルフィー的には一番心配やったのかもしれないのと、そして低層感的に考えると七星が一番安全なんですよね。そう、ルーデウスもね、七星もそれは一夫多妻制っていうのは価値観的にはかなり抵抗があるしね、また二人はそういう関係ではないっていう形になってきますので、実はめちゃくちゃ安全だったんだけど、シルフィー的には超要注意人物やったのかなっていうふうに思うとですね、いろんな部分がつながってきて面白かったですね。ちなみにそんな9話のね、次回予告、七星と出会う白い仮面の回の次回予告なんですけど、ここでルーデスはなんか学校生活安泰やなみたいな話をしていてですね、リニアとプレステレをね、引き連れて、まあ、いじめ撲滅運動でもするかみたいなことを言ってるんですけど、これ完全に17話のね、前振りになっていたなと思いましたね。はい、この辺はもうそれとしか見えないし、原作勢は分かっていた振りだったんでしょうね。はい、こういうのが後から出てくる部分もあるんで、なかなか油断ができないですね。アイシャについていろいろね考察していた身としては、16話はなかなか嬉しかったですね。そう、能力で自分を見てもらえなくて苦労したアイシャ的にものすごくルーデウスに期待していたことがわかります。はい、それだけにですね、まあなかなかに失望感も強かったのかなと思われます。ノルンと違って自分の気持ちをね、語らないし頭の回転が早すぎるせいで、ルーデウスもアイシャの考えてることを完全には読み取ってないからこそ、まあ見ていてね考察が楽しい部分ではあります。うん、あとまあ話の中でですね、結局ルイデルトたち大人をしっかり顎で使っていたことなんかも語られていてですね、この辺はやはりルーデルトね、似ている部分があるというとこでしょうね。うん、
やっぱり今後も愛車に関してはどこまで計算してやってるのか、計算はできとっても実行できてない部分はどこなんだろうか、本質的に子供な部分って何なんだろうっていうところね、推察していくのがずっと楽しいですね、そしてまあ何と言っても外せないのはこちらですよね。パウロの務める次回予告です。終盤に2回やってくれるんですけど、一つは、ルーデウスの成長を喜ぶパウロと、もう一つは、家族の捜索がようやく終わるとね、その上でルーデウスに感謝するパウロになっておりまして、もちろん推察読み取ることはできたんだけどね、本編見ていても、でも言葉として伝わってくるものとして残っていて、それを聞けるっていうのはやっぱり嬉しいですよね、この辺は2期を見た人でもね、ぜひぜひおすすめしたい部分であります。あと個人的な一押しなんですけど、ルーデウスの成長についてそのエリナリーゼに危機として話しかけるパウロですよね、この感じ、エリナリーゼがパウロを嫌っていたっていうね、その飾りだとか、またルーデウスがパウロはエリナリーゼやギレーヌと結婚しようと思わなかったんだろうかっていうね、飾りからもですね、エリナリーゼとパウロもねちょっといろいろあるわけですよ、その上でもやっぱり再会してルーデウスの成長を喜ぶ相手としては、しっかりエリナリーゼをね選んでる形、よかったと思います、エリナリーゼさんがね本当にねすごく大きなキーパーソンになっていてね、でエリナリーゼに会った時のルーデウス次回予告でね、エッチなエルフのお姉さんはいたんだみたいなことをおちゃらけて言ってるんだけど、そんなものを超えてまあルーデウスを包み込んでくれる素敵なおばあちゃんだったっていうね、ことではありました。まあちょっとパウロの次回予告に関してはですね、かなり感じるものがありましたね。そんなわけで今回は無職転生2期のウェブ版次回予告についてね、感想や注目ポイントを共有してみました。いや、いろいろあれこれ考察していたね部分の答え合わせの要素なんかもあって、なかなかに楽しかったなと、やはり語られていなかった部分をね、キャラクターが語ってくれると染みるものがあるなと、そんなことを感じました。まあ皆さんのね、お気に入りの次回予告なんかもシェアしていただければ幸いです。でまあ無職転生3期決まっていますので、よかったら3期もご一緒いただければ嬉しいと思っております。できるだけ早く来てほしいんですけどね、どうなんでしょうか。そして次の日曜日なんですけど、一応2期の方をね、振り返りライブをやってみようかなと思っておりますので、まあもしね、まあ興味を持った方はご参加いただければと思います。3期までに押さえておきたい要素とかね、2期における良かった部分なんかをみんなで共有して発掘していければと思いますので、よろしくお願いします。コメントに関してはね、一応ネタバレ、見合わせに関しては現金でよろしくお願いしますが、まあ原作のね、おすすめ情報とかですね、まあ宣伝代わりに、コメント欄使っていただくのはね、いいかなと思っていますので、一緒に作品盛り上げていただければと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。遠山徹でした。